続きましてジュンブロッサム、こちらは S にいたします。出ましたね、1投目。はい、ジュンブロッサムなんですけど、やっぱり前走ですね、まあ、単勝クラスなんですけど、ラスト3ハロー見てほしくて、この時 11.9、11.6、12.9 と、まあ、加速ラップかつ非常に優秀な時計、後続を 0.5 秒差突き放しての勝利と、能力の高さね、示してくれたレースかなと思います。2走まで3勝クラスは内前優の展開後方にいたジュンブロッサム全く合わなかったし、まあ、不向きな道割れでの競馬だった中で5着、まあ、0.3 秒差であればね、まあ、9大点ジュンブロッサム上げれるんじゃないか、あと着順以上に評価していいんじゃないかなと思うレースでございました。3走前の2勝クラスなんですけど、まあ、この時後に京都キッパイ3着にね放送するようなトゥードジボン相手に 0.2 秒差の圧勝、この時点でオープンレベルの能力はね、示していたんじゃないかなと思いますね。そもそも、あの、2戦目の2歳未勝利戦でローシェンパークに勝っていたり、3戦目のね、共同通信杯ダノンベルガ、ドマイヤメイズ、差のない経路ができているように、かなり素質を決めていた馬が、ここに来て本格化していますので、昇級戦にはなるんですが、まあ、能力に関しては今回のメンバーでも上位のものがあると言っていいと思いますね。さらに瞬発力を武器とする馬なんで、早い上がりが求められる新潟に変わると、うん、ここもプラスに捉える方だと思います。まあ、道悪がねこの馬極端に、苦手な馬なのかなと僕は思いますんで、雨が降ったりしたら評価下げたいですが、現状は S 評価とさせていただきました。続きましてディスペランサですね。この馬は S にいたします。はい、2走目。プランター、まあ、前走の T1 NHK マイルカップね、内前の展開で高架外まで厳しい競馬でございましたが、直線で進藤をね、勝つとされる不利も重なって7着に敗れました。むしろね、負けて強しと7着なんだけど、強い7着だなと言える内容かなと思います。2走前のね、アリントンカップ上がり 32.4 という強烈な背足をね、見せて勝利しております。この、アリントンカップ内容もね、非常に、まあ、能力の高さが分かる、もうラップタイムでして内容でございました。3走まで1勝クラスね。こちらが一番衝撃だったんじゃないかなと思うんですけど、最後方から大外を一気に制圧して差し切って勝利したという内容なんですが、まあ、この時のね、勝ち時計とラップが非常に、まあ、優秀な数字でございまして、阪神千葉戦六単歳で、ね、勝ち時計1分 33.9 以内、かつ上がり 33.5 以内で、勝利した馬っていうのは、まあ、過去にウォッカーとかハープスター、ジュエラ、シンハレット、ラッキーライク、アーモンドアイ、グランアレグリア、スターズオンアース、リバーティアランド、セレンボッシュ、ディスペランサと、まあ、この11頭のみで、まあ、ディスペランサ以外がなんとね G1 馬になっているということを考えれば、この馬も評価せざるを得ないですね。まあ、2、3走までレース内容を見ても分かるように、3歳馬の中でもね、上位の瞬発力を持っていますので、早い上がりを求められる新潟外回り、ここはね、ディスペランサにだって絶好と言っていいですし、3歳馬なんで他の馬よりも軽いですね、55キロで出れるというところも大きなアドバンテージかなと、着順以上に評価できるデンスの配線でですね、まあ、少しでもオッズがついてくれそうな、今回はね、強くはふさわしいじゃないかなと思います。